LST-19 戦車揚陸艦はアメリカ合衆国で第二次世界大戦中に建造された戦車揚陸艦。b ーチングにより車両を揚陸する揚陸艦であり1052隻が建造された。アメリカ海軍やイギリス海軍の連合国各国で運用され、大戦後は友好国各国にも供与された。1940年のナチスドイツの フランス侵攻により、イギリスはヨーロッパ大陸本土から撤退し、大陸反抗のために重車両揚陸艦を欲していた。艦首に揚陸ランプを取り付ける方法が考案され、試験として改装された艦もあったが、当時のイギリスは量産する余裕を持っていなかった。このことから、アメリカ合衆国の参戦に伴い、アメリカがこの種の艦の建造を受け負うこととなった。設計は、 イギリスの協力のもとに、キブスコックス社により行われ、試験管の実績をもとにして、ビーチングと公用性の双方を満たすためのバラストタンク拡大による、喫水調整システムの装備や完備に離岸用のアンカー設置などの改良設計が行われた。当初、監視故障は ATL であったが、後に LST に変更され、設計案としての名称は LST となった。 本級は、艦首を海岸に拡座して、兵員、車両を揚陸することを前提に設計されている。このため、船体は喫水を浅くし、艦首部には、艦音開きの門扉とその中に歩み板を有している。バウランプが防水扉を兼ね、バウドアは水切りを良くするためのものである。このため艦首部は、増波抵抗の大きな超えた形状となっており、このために、艦は、 鈍足となることを容疑なくされている。当初よりトリムが付けられており、航行時にも喫水は、干首で2.4メートル、艦尾で4.4メートルであるが、ビーチング時には、それぞれ0.9メートルと2.9メートルとなる。機械室は、第4甲板後部に設けられており、右舷側に一番式、左舷側に二番式が並列に設置されている。手記としては、 無機噴射式のゼネラルモーターズ射程12から 567A 型にサイクル12気筒ディーゼルエンジンが用いられる。減速排気方式とされており、煙突はなく、排気は第3甲板両弦の消音器を経て、第2甲板から外限へ導かれる。また、車両甲板の搭載車両の排気ガス対策として、上部甲板には排気筒が多数設けられている。船体内の 第3甲板には、バウランプの直後に連続して、2層分の高さを持つ、車両甲板が設けられている。全長の9割弱に達する長さ87.8メートル幅9.2メートル、搭載予面594平方メートルが確保、されており、M24 系戦車なら24両、GMC トラックなら27両を搭載できる。両脇は、揚陸部隊居住区となっている。 また上甲板にも、軽車両甲板が設定されており、搭載余面470平方メートルで、GMC トラックなら14両、ジープなら44両を搭載できる。第三甲板と上甲板の間の連絡は、当初は全部にエレベーターを設けて行っていたが、これでは移送速度が遅かったため、後期立て造館ではランプに変更された。最重量はトンとされていたが、 ビーチング揚陸任無事は500トンに減少し、また後期型では作り水能力増強に伴って1900トンとされた。LST 案は LST-19 として1942年6月に寄港されている。一番艦 LST-1 が1942年12月に竣工し、1152隻の建造計画が立てられた。 実際に建造されたのは1945年6月竣工の LST-1152 までの1052隻である。当初の艦名は記号と番号のみであるが1955年に在籍艦艇に軍名をもとにした固有艦名が与えられた。1943年のソロモン諸島の戦いへの投入を皮切りにヨーロッパ太平洋の両戦域における 上陸作戦に用いられ、迅速な車両を、物資の揚陸により、連合国の勝利に貢献した。LSTH の名称で、病院船として運用されたり、航空機補修艦に回収された艦もあった。運用上の短所として、艦首部の形状が、公用性に適しておらず、最大速度が11ノットと遅いことがあった。そのため、他艦手との艦隊行動には、 慎重な調整が必要となり、後継のタルボットカウンティ宮道では高速化が求められている。ありがとうございます。